始め。はい、どうも、アキトントンです。電子番号3番。あ、そう、リズム。まあ、今回そんなん関係ないねんけど、平行線が交わる世界ってあるんですよ。っていうことで、スタートン、トン。で、学校では平行線って交わらへんから平行線って言うやんなみたいな感じで習うと思うんやけど、もちろんその通りです。ただ、これはですね、270度の三角形とか二角形とかの話とまあほとんど同じやねんけど、ちょっとね、見方を変えてみますと、平行線が交わる世界っていうのは実はめちゃくちゃ身近にあって、僕たちどこに住んでる？うん、日本。あー、もうちょっと広く見よう。地球やんな。わかる？これ、地球でも実は平行線が交わってるっていうのが言えねんな。いける？こういうね、球面上でちょっと考えてみますよーと。はい。アキトントン。球面上こうやって考えたときに、これは何？って言ったら赤道な。赤道に対してさ、90度の線って何？経線やんな。いける？ってことは、ここ90度にこういう風に引かれてるやつ、縦の線を経線って言ってんけど、経線を適当に2つ取った時っていうのは、そいつらっていうのは平行って分かるくない？ある線に対して90度なんやからな。で、じゃあこいつらをもうちょっと伸ばしてみたらどこに行くかって言ったら、トゥ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 って伸ばしていったらさ、ほら、トゥ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 、トゥ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 って言って、ちょっと分かりづらいかもしれへんけど、経線っていうのは北極と南極でさ、交わってるやんか、一つになるやん。だって9やから。ってことは平行線交わってるって言えるくない？わかる？これはまあさっきから言っててんけど、非ユークリッド幾何学って言って、まあ大学の数学で勉強する人がおるかなっていう感じで、数学の面白い見方みたいなんで、いろいろ紹介してきましたと。はい。こういう風に見方を変えると、ちょっと世界を変えると、今まで習ってきたことがあれ？こうも考えれるんじゃね？っていうことで、捉え方が変わると。なんか面白くない？っていうことで今回紹介してんけど、こういう風に球面上で考えると平行線は交わるし、270度の三角形作れるし、二角形っていうのもできるやんみたいな感じで、ちなみにこれも二角形になってるよね。はい。ただ、注意してほしいのが、アキトントン中高生に向けて基本的な授業動画とかいっぱいあげてんねんけど、中高生で習う数学は絶対平行線は交わらないです。それだけは、ミスったらあかんで、はい。もちろん、それが分かった上でこういうのを勉強したら、あ、なんかおもろいなってなるって言っただけ。だから、中高生の勉強は大切ですよ。はい。ということで、まあ今回息抜きっていう感じでこういう動画も作ってみました。まあこういうのに興味ある人は非ユークリッド幾何学とか大学になっていろいろ数学勉強してみてください。はい。で、めちゃくちゃ賢くなってアキトントンに数学教えに来てください。それも一つのね、夢なので、これからもいろんな勉強してくださいということで、この動画をパッて終わらせたいと思うんですけど、何回も言うけど、平行線っていうのは中高生の数学では絶対交わらないものとして覚えててください。はい。ということで、また違う動画で一緒に勉強しましょう。バイバイ。この動画が良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してくださいで、アキトントン知らない友達いたら広めてください。まあね、こういう風にね、勉強っていうのが楽しいよーみたいな動画を撮り続けているのでね、受験とか終わって大学生になった人でもチャンネル登録し続けてください。バイバイ。